近鉄6400系電車とは、近畿日本鉄道が保有する、同社南大阪専用の一般車両である。本校では6620系電車についても、紹介する。なお、解説の便宜上、吉野川先頭車の車両番号 F を、編成名として記述する。1984年に登場した1420、京和近鉄では、初採用の GTO サイリスタ素子を搭載した。 VVVF インバータ制御の試作形式として投入され、大阪線にて長期的な試験運用が行われたが、この結果をもとに、狂気専用の量産型として登場したのが6400系であり、その4両編成仕様である6620系に続いている、両形式とも2400系、8810系で確立された車体デザインを概ね踏襲し、車体構造では、 同時期に登場した3200系と同様の最大車体幅2 8 0 0ト、mm、ルの大型車体を採用し1420系や6600系以前の従来車の構成から裾を絞ったアルミニウム合金車体に仕様変更されている安定した大型アルミ押し出し材の供給と構え体の組み立て工数の削減が可能になったためであり特急車と大阪線 名古屋専用急行車の5200系、東大阪線7 0 0 0系を除き、その後の車両にもこのアルミ車体は採用され、近鉄 VVVF 制御車両の標準仕様となっている。車内インテリア面では、内装材は1420系と同様に、サンドウェーブ柄の化粧板に、マルーン調の床材を引き続き採用しているが、 ロングシートの仕様は本形式の前年に製造された3200系と同様の肘掛けが化粧版仕上げとなった新しいものに変更されており以上の車内デザインは2000年に登場するシリーズ21まで近鉄一般車両の標準仕様となった古書船を改装するミ25編成6407系の車内1986年3月に登場登場から30年が経ち 比例防車であり、老朽化が目立っていた6800系の置き換え用として製造された、電算記号は未で、MCTC で二両編成を蘇生する、1422系、1220系の狂気仕様だが、登場は両形式より約1年早い。日立製作所製の g t o o s による VVVF インバータ装置を装備、主電動機は、 カゴ形3小誘導電動機で1台あたりの出力は1 5 5ット、歯車比は6.31とした。制御回路マイコンは16ビットのものを採用し、制度装置は T 社優先送り米付きの HSCR 型を採用している。MG は HG-77463 型を、CP は HS-10 型をそれぞれ TC 社に設置している。 そう絞った幅 2800mm のアルミニウム合金製の車体を持つ。台車は KD-94 型、KD-94A 型を装備。車輪系は同輪、不随輪とも 860mm となった6400系のほか、標準機用の GTO、VVVF インバータ車と同じ仕様変更の歩みを続けている派生系列を一家に挙げる。 標準機専用 GTO、VVVF インバータ車両と同様に、以下の改造が順次施行されている。ワンマム運転対応改造1999年から2001年に、かけて6422回から6429回に、ワンマム運転対応工事が行われ、6432系に編入されている。改造された編成は、 社内乗務員室側の窓が小型化されている。2019年4月1日現在、33編成66両が古市検築に配置されている。1993年に登場した6400系の4両編成仕様である。電算記号は MT。登場後30年以上経過した6000系の置き換えようとして、1997年までに合計7編成が製造された。 1 0 2 0系の場合、編成中の母船の引き通しで MC、M 社とも終電装置は1機装備だが、本系列では、最初の2編成は、MC 社、M 社ともパンタグラフを2機搭載し、母船の引き通しを行わなかった。6623回以降、全6 2 0系、1 0 2 0系と同様に母船の引き通しが行われ、各社パンタグラフ1機搭載になった。 後年、最初の2編成も母線引き同士が行われたため、現在は、全編成の MC 車、M 車がパンタグラフ1機である、標準機専用 GTO、VVVF インバータ車と同様に、以下の改造が順次施行されている。2019年4月現在、7編成28両が、古市検尺に配置されている、近鉄6620系電車 MT24、 編成近鉄6620軽電車に関するカテゴリーありがとうございます。